はい、どうも、ゆうたです。今回は、ちょっと、これからね、新しく峠シリーズっていうのをやっていこうと思ってまして、まあ、普通にね、なんだろう、ワインディングロードというか、山、峠をただ走っていく、紹介するという動画なんですけど、まあね、第1弾ということで、ちょっと今回は奥多摩に来ました。で、奥多摩の周遊道路をちょっと今回は走っていこうと思います。はい。はい。で、今はね、こちらの、奥多摩湖にあるちょっと駐車場にいるんですけど、周遊道路の方は、ここからがスタートだと思うんですよね。ここからこういう風に行って、ビーって行って、ウィーって行って、まあ、どこら辺かまで、ここら辺までかな、がそうなんですけど、夏の時期は8時から19時が走れて、夏場は8時から18時かな、っていうね、ここの入り口のところにゲートが設置されていて封鎖されてしまうんで昼間しか走れません。で、ちょっとここの都民の村の都民の森ねらへんの駐車場のところになんかね美味しいカレーパンがあるっていうね噂を友達にちょっと聞いたんで食べてみたいんですけど、ちょっとやってるかわかんないね、今日祝日だから。なんでちょっと、まず、ちょっとここからスタートして走っていきたいと思います。奥多摩、言うて僕1回しか来たことないんですよね。はい。ただ結構道が綺麗なんで、ワインディングするにはすごい気持ちいいんですよね。これだね。都民の森って書いてある奥多摩周遊道路。はい、ここからが周遊道路です。お、なんか湖に浮いてる何かが、なんだろう、あれ
ブルポーションですよ。ちょっと怖いね、あんなとこにいると。
出るだけで1時間はかかるんじゃないかの大渋滞。めちゃくちゃ大渋滞してたよ。まあ家横浜だから、あのあっちの大江の方戻んないで、こっちの下から山梨側っていうのかな、そのまま神奈川の方に降りてって、帰り圏央道を使うかどうするか迷い中です。どうしようかな。うわ、猿猿猿猿猿猿いたよ。お猿さん、子供っぽかった。ちょっと、あ、いる、すごいちっちゃいのがいっぱいいる。うわ、すげえ毛繕いしてる。うわー、すげえ、お猿さんいましたよ。お猿さん親子で、レガシー。こうやって曲がってるの気持ちいいんだよね。ちょっとあの遠心力が外にこう来る感じが気持ちいい。動画切れてないよね。 OK。 これさ、ずっと撮ってんのにさ、動画切れてたとは言ってたらシャレになんないからね、マジで。最悪ちょっとドラレコの映像を使うしかないけど、出てなかったらショックだよね。おっと、おまわりさん大丈夫、いいっすか。あざーす。どうしたの、鑑識もいて、どうしたの。あららららら、どうしたのって感じだね。GRB がいた、黒の。このさ、あのウォッシャーなんだけどさ、あのスバル、あのヘッドランプウォッシャーがあるから、あれライト消してるとならないんだっけ。なんかライトつけてピーってちょっとやると、長めにやるとヘッドランプウォッシャーが出ちゃうから、俺あれ嫌なんだよね。だから出ないようにこまめにピッ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 ってやって、あのウォッシャーを出すとヘッドランプの方は出ないから、ちょっとこまめにピッピッピッって出すのが、俺はそういう風にやってます。はい。うわ、いけない。うわ、いいな。カリッカリの FF に乗りたくて、V テックに乗りたいっていうのもあるけど、あのカリッカリのさ、軽量の FM に乗りたい。ぶん回したい、上まで気持ちよくぶん回したい。エンジンを回しきりたいよね。 EJ は回したら回した分だけ遅いからな。トルクが出てる、まあ、6500ぐらいまでかな、回すのは。回せば回すほど垂れてくるからね。なんか途中でそう、あの砂利んとこで止められるとこがあって、前来たとこはそこに止めたんですよね。一回ちょっとそこに寄りたいと思います。これだ、月読み第一駐車場、ここに止めたいと思います。思います。わ、みんな行くね。みんな止まるじゃん、みんな止まるじゃんよ。あららららら ら、みんな止まりますね。みんな止まるのね。はい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 。いや、なんか変な、あそこボコ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 行ったら、これちょっとぶつかるよ、この車。これボコじゃあ、ここでいいかな、別に。駐車枠とかないかな。ちょっとここに止まろうかな。休憩。
さそうだわ。あ、前になんか BR セントっぽいのいたよ。いたわよ。
いよね、やっぱ。まあでもちょっと遠いぐらいがやっぱ出かけた感じしていいなっていうのもありますけどね。あんま近くで行ってもね。雨が降ってるのかな。なんかね、ちょっと天候がね、情緒不安定なんですよ。天気がちょっと今日の天気メンヘラっぽい。ちょっと、あ、ここがあのカレーパン売ってる疑惑の都民の森。あざーす。あざーす。あら、段差が。あざーす。売ってるかな、カレー。カレーパン。ちょっとトイレもしたいし。カレーパンを買って、ちょっと終わろうかな、動画は。あ、営業中になってたっぽいね。外人さんがすげえ見てる。あお、スバルっていう感じで見てんのかな、もしかしたら。これでまっすぐかな。よいちょ。カレーパンあるみたいやな。1000円お願いします。カレーパン買ってきました。こんな感じ。いただきます。うまっ。このカレーね、揚げカレーパンだね。揚げてる系だね。うん、うまい。こんな感じ。という感じで今回は終わりになります。以上です。バイ。